皆さんこんにちは、ペソでございます。女剣心さんとね、影武者家康さんのモードでやっております、天道の15回目やっていきましょう。早く繋いでほしいな、ここは。施設完了、この場にて待機で、進め。抑えればね、武田さんを攻めるチャンスにはなりますんで。ミノワ城にいる佐野さんが。町並みの制圧が完了。諸勢力の部隊が敵将に捕獲した。捕獲した、よしよし。行け。かしこまりました。町並みを制圧しました。よしよし。
町並みを失いました。目標変更せよ。承知した。退却。続きなさい。目標変更せよ。目標を変えます。敵部隊壊滅。敵部隊できました。壊滅。え、重吉さん、重吉さん、どこのおんの？春日山か。ねえ、ニキニキさん、ふたつきさんやけど、本当は。お任せを。承知いたした。行け。
わ、月城は落ち着いちゃったな。かしこまりました。つけつけつけ、我らも続くのだ。おのれ、突撃。続きなさい。なんと、一気に突き崩せ。我らも続け。なんという勢い。敵部隊壊滅。敵部隊壊滅しました。つけつけつけ、好奇なり。おのれ、敵将捕らえたり。敵陣を貫け。ごめん、なんと。敵部隊壊滅。敵部隊壊滅しました。これは切れましたね。あとはほんとこっちよ。これができたらまあちょっと退却してもいいけどね。お任せください。承知した。まあまあよく耐えてくれましたよね。本当にやっぱ隙、上級だけあって隙を見せるとかなり、来られちゃう部分がありますよね。さあ、そしたらもう一回ちょっと、つつじが先入る準備しましょうか。
でも2枚あるのね。家庭さんがおとなしいよね。あと今川さんもね。鉄砲の施設2つぐらい作っちゃおうか。さあ、あとは、どっちからでもいけるよという状態ですね。ちょっとお米が足りんのでね、ちょっと入ってもらえる。では、ちょっと進める前にここで今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。